いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？会話中に男性の態度が急に変わってしまったと感じたことはありませんか？ひょっとしたらそれは無意識に男性がドン引きする一言を言ってしまっているからなのかもしれません。ということで、今回はスモレンの男性読者に女の子との何気ない会話の中でどんな一言にドン引きした経験があるのか聞いてみました。会話中の NG ワードとして参考にしていただければと思います。 1. 男ってバカだよね。男性がいることを忘れ、女性同士で男性の悪口を言ってしまった時の一言です。男性を見下した言い方をすると、男を手玉に取る悪女に見えてしまいます。男性と話す時はもちろん、友達同士での会話でも注意が必要かもしれません。あなたに思いを寄せている男性がそれを聞いてがっかりしてしまう恐れもあります。 2. ちょっと臭いんだけど。男性と話している時、体臭が気になってつい口にしてしまった一言です。体臭にコンプレックスを感じている男性はそれを聞いて心に大きな傷を負ってしまいます。さらにデリカシーのない女性だとレッテルを貼られてしまう恐れも。ちょっとした会話中に気がついただけの場合は我慢するのが一番いいのかもしれません。 3. 前の彼氏派さ。友達と恋バナをしている時、昔の彼を思い出しつい口にしてしまった一言です。元彼の話を男性の前ですると、もし付き合ったとしても元彼と比較ばかりされるんじゃと思われてしまうかもしれません。彼氏と別れたばかりの時などはうっかり口にしてしまうかもしれませんが、新しい恋をつかむために元彼の話題は避けた方が良さそうです。